あるんですよね。はい、今日はお茶とお茶、はい、温かいお茶、熱いお茶を用意していますので、ぜひぜひ光る棒を持ったスタッフのところにね、はい、寒いよって言ってください。はい、ありがとうございます。はい、ではどうですかね、お話お父さん、今年ね、一発目お父さん、さあ、ね、本当今年もよろしくお願いします。去年もね、本当、毎週2時間かけて通ってくださったんですよね。はい、今年もよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。今日も皆さんと一緒にですね、声を合わせ心を一つにして、こういう機会にですね、原発反対のこの抗議のに参加できることを本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。選挙の結果もありましてですね、落ち込んでいたり悩んだり、もろもろ大変だというふうに思います。私も最近ニュースを見ないで、ニュースを見ると血圧が上がりそうで調子が悪くなりますが、私は横須賀でタクシーの運転手をしております。そこで、2つのことを皆さんにお伝えしようと思います。一つはですね、タクシーの運転手ですから、不特定多数のお客さんを大勢乗せます。毎日日帰りで同じ人を乗せることはほとんどありません。それで気がついたこと、何かチャンスがあればお客さんと原発の話題、お客さんに原発の話題を提供しようと思って怒られたり、賛成さ、すごいねって言われたりといろいろあります。で、2つのことが気がつきました。1つはですね、原発に賛成する人、反対する人問わずですね、この多くの人は金曜デモっていうふうにお客さんを呼んでおります。賛成する人、反対する人問わず、本当にこの抗議行動を皆さん、多くの人たちが知っておるんですね。横須賀でも私たちはそれ自信持っていいと思います。本当に想像以上に多くの合言葉のように、あの金曜日のあのデモだねっていうことを賛成する人も反対する人も知っております。それからもう一つ、原発に反対する人、賛成する人問わずですね、特に反対する人、私たちと同じ考えの人ですけども、東京電力っていうのは今原発動いてないのって、動いてんじゃないのって、どっかで動いてるっていうことを皆さん本当にこう真面目に思ってるんですね。で、私もあれ東京電力ってどっか動いてたっけかなって思わず考えちゃうぐらいに、あれ錯覚ですね。本当にこう洗脳教育といいますか、こういうことはすごいわけですね。で、やはり思ったことは、チャンスはかなりありそうだ、ありそうだというふうに思います。私思うんですけれども、原発廃炉の日というのは、やはり例えば農業で言えば緑の秋の始まりだと思います。昔の人は言いました、実るほど頭を垂れる稲穂かな。私はこれに、この言葉をすごく気にしたいと思います。私たちは一般、いわゆる一般の国民、私も一般の国民ですけれども、幾分か前を歩いているように思います。したがってですね、私たちは生意気になったり思い上がったりしちゃいけないんじゃないかと思います。実るほど頭を垂れる稲穂かなっていうことで、頭を下げ、もっと腰を低くして、多くの人たちに分かりやすい言葉でですね、原発反対の声を届けていきたいというふうに思います。そして私はこの1年をこう目指すときにですね、自分自身に戒めてですね、お伝えしたい言葉がありまして、鳩のように素直に、蛇のように賢くということを皆さんにやっぱり訴えたいと思います。鳩のように素直にですからね、やはり本当に腰を低くし、謙虚になって多くの人たちに呼びかける。同時にですね、経団連の会長を見てくださいよ、ああいう人たち。私は水戸黄門の時代劇に出てくる悪代官の横に思えてしょうがありません。彼らは転んでもただ起きません。悪い奴ほどよく眠るって言うじゃないませんか。私たちもある意味じゃそういう人たちを真似しようじゃありませんか。1回2回の選挙で落ち込んでいたらどうしようもありません。もっとああいう人たちの悪いところを見習うんじゃなくて、根性を見習いましょう。転んでもただ起きないと、我々も転んだってただ起きないぞって、お前ら見てろよって県団連の人たちに言いたい、安倍晋三にも言いたい。そういう離婚にならなきゃいけないと思うんですけど、賢く。
それで私は自分自身に今してみるとおるんですけども、鳩のように素直に蛇のように賢くっていうことを私は自分に今してみて行動したいと思います。皆さんはやっぱり今年1年本当に今年1年なのか末永くなのか分かりませんけれども、末永くよろしくお願いします。頑張ろう。で、コールした方がいいですかね。ぜひぜひお願いします。私コールこれで2回目なんか苦手なんですけれども、はい。原発廃炉、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 原発廃炉で命を守ろう、原発廃炉で命を守ろう、原発廃炉で命を守ろう、原発廃炉で平和を目指そう、原発廃炉で平和を目指そう、原発廃炉で戦争を防ごう、原発廃炉で戦争を防ごう、原発廃炉で差別をなくそう、原発廃炉で差別をなくそう。以上のスローガンが私の主張です。ありがとうございます。はい、お父さん今年もありがとうございます。本当にね、いつもいつも素晴らしい言葉をねここでおっしゃっていただきます。そうですね、あの鳩のようにね、あの腰を低く、鳩っていうのは平和のシンボルでもありますね。はい、やっぱりあの鷹のようにね鋭くあの攻撃ばっかりしてたらやっぱり聞く人も聞いてくれませんもんね。やっぱり鳩のように優しく温かく愛のある言葉で、やっぱり原発いらないよね、命って大事だよねっていろんな方に話しかけること、そういう姿勢でいるっていうことは本当に大事なことで、あの改めてこう襟を正したというかね、初心に帰って頑張らなきゃっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、で廃炉、本当に原発なくしていくことが戦争を防ぐことであったり、差別をなくしていくっていうことにも本当につながるんですよね。やっぱり核兵器の元になっているのが、ね、あの原発ですからね、その、核兵器を作りたくて作りたくて仕方のないアメリカなんかがね、横で作れ作れって言ってるのが今の日本のね、あの原子力行政ですので、そういう意味でも平和のためにもやっぱり原発はいらないなと思います。はい、それから廃炉という言葉、これはですね、選挙の時に、即廃炉は難しいとか、ね、即時ゼロは現実的ではないっていうような声を私もいろんな方から聞いたんですけど、廃炉っていうのは廃炉作業が終わったのが廃炉じゃないんですよね。この原発をもう使うのやめますって決めることが廃炉なんですよ。廃村とか廃校とかそれと同じです。この原発はもう永久に使いませんと決めることが廃炉ですので、10年も20年もかかるわけがないんです。はい、今すぐできるんです。みんなね、それをね、選挙の時はいやでも廃炉作業は10年も20年もかかるからっていう風に騙されて、やっぱり即廃炉は現実的じゃないっていう風な言い方をする人がたくさんいましたけれども、原発即廃炉は本当に可能ですから、もう国会でね、みんなでハッと決めればすぐに明日でも止めることできるんですからね、そういう洗脳にも騙されずに、騙されている人がいたら違うんだよっていうことをやっぱり腰を低く鳩のように優しい言葉で言いたいなと思いました。ありがとうございます。はい、はい、あ、じゃあ、あ、久しぶりですね。はい、どうぞ一言お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。新年一発目、本当にこちらに足を運んでいただいて、というか私もそうなんですが、ご苦労様です、お疲れ様です、頑張りましょう。今日1月11日ということは3月の11日まで2ヶ月なんですね。ということは今日1年と10ヶ月が経ったわけですね。で、1年と10ヶ月前私何してたかというと、ごくごく普通の一般市民、今でもそうですが一般市民なんです。で、一番最初に思ったのは何か、原発事故が起こって放射能が漏れる、
放射能が漏れた時食べ物どうなるんだろう、子供の給食どうなるんだろう、そこがスタートだったんです。子供の給食、皆さんお孫さんの給食どうなすってます？地域の方確認なすったことあります？私実は市議さんたちにメールを送りました、大人にの市も含めて40人ばかりメールを送ったんです。帰ってきたのはたった2人です。そんなその行政のやり方にちょっと腹が立ち、このまんまにしておいたらこの国はえらいことになると思って勉強を始めました。5月になって、年間100ミリのシーベルトで大丈夫だなんていう某山下教授っていう人が福島で声を上げました。でそれに怒った福島のお母さんたちがすぐそこの文科省降りたところですね、文科省のところに車で乗りつけて大抗議をしました。その時も私は実は文科省の前にいました。こんなに大変なことが起こっているのに、でも大臣は出てきません。そして政務三役も誰も出てきません。渡辺さんとおっしゃるね、今や有名になった方が出てきて、いや大丈夫です、これから何とかします、そんなんばっかりなんです。全然何ともなりません。その時スケジュールがないから出てこれないと言った文科省の大臣、次の日になって調べてみたら FIFA の会長と会ってました。自分の子供の自分の国の子供たちのことをほっぽり出して FIFA の会長と会うことを選んだ文科省の大臣は今も政治活動をやっています。私はこんなことが許されていいとは思わないんです。そのために一生懸命勉強をし、そしてここへ来て声を上げることを始めました。ここで出会った仲間たちが今私の周りにいる、ここで同じように腕章している仲間たちです。私は首都圏反原発連合というところにも所属をしております。でも私たちの地元でもデモをやっています。デモは抗議行動です。国民に許された抗議行動です。でもその抗議行動すら今度の選挙で自民党は、あの安倍晋三は会見をして我々の声を亡き者にしようとさえしています。こんなことが許されていいはずないと思いませんか？おかしいですよね。原発動いてないんです。今原発動いてなくて電気は余っています。にもかかわらず東電の社長も自転車対策ありがとう、今夜もよろしく。東電の社長以下5社の社長がみんな集まって原発は必要だって言い出してます。おかしいじゃないですか。なくったって電気は足りてますよね。この玄関のこの冬電気足りなくて困った方います？おられます？去年のあの夏、暑い夏、電気が足りなくて困った方おられますか？いませんよね。さっきあの司会の篠さんがおっしゃってました。廃炉には一日もかかりません。大臣がサインをしてハンコを押すだけ、たった数十秒、それもかからないです。にもかかわらず電気は足りない、経済が回らない、そんなことを言って原発を動かそうとする。放射能が体にいいとまで言って動かそうとする。こんなことが許されていいわけがないと思いませんか？今年も絶対に声を上げて皆さんで原発なくしていきましょう。皆さんの力がいるんです。皆さんの声がいるんです。みんなで頑張りましょう。久しぶりにコールをしたいと思います。原発いらない、原発いらない、廃炉、廃炉、原発いらない、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう、命を守ろう、命を守ろう、自然を守ろう、自然を守ろう、地球を守ろう、地球を変えろ、地
日本を変えよう。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 原発いらない。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 再稼働反対。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 原発いらない。ありがとうございました。本当に今日は2013年最初の抗議行動ということで、なぜ私たちが原発をなくしたいと思ったのかっていう、ね、本当初心に立ち返るようなお話ばっかり、ね、聞かせていただきました。本当おっしゃる通りだと思います。みんなの力が必要です。私たちはね、微力かもしれませんけど無力ではありません。はい、必ず私たちの力で、私たちの声で国を変えること、そして、こういう風になればいいな、ああいう風になればいいなって夢を持つこと、ジョン・レノンさんのね、イマジンの歌にもありますけど、やっぱりこういう風に想像してみようよ、どういう風な日本にしたら素敵に暮らせると思うっていうことがね、とっても私は大事だと思いますね。怒るときはしっかり怒って、やはり夢を持って毎日毎日をね、生きていきたいと思います。ありがとうございました。今後ともスタッフとして一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、ではスピーチされたい方いらっしゃいますか。どうですかね。別に難しいこととか言わなくても全然大丈夫ですので、ここはい、本当にね、お気軽に喋っていただければと思います。じゃあちょっとコールしましょうかね。はい。原発いらない。原発いらない。原発いらない。命を守ろう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 。赤ちゃん守ろう。赤ちゃん守ろう。守ろう。赤ちゃん守ろう。人間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 守ろう。原発いらない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 。原発危ない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 。命が大事。命が大事。いらない。今すぐ。
ので、はい、お気軽にスタッフに声をかけてください。どうぞこちらの方ね、空いてますんで、よろしかったら、はい、こちらの方にギュッと前の方に、はい、お寄りください。はい、ここ、どうぞどうぞ、明るいのでね、できるだけ中の方にね、お入りください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではでは、はい、どうですかね。スピーチされたい方、いらっしゃいますか。どうぞどうぞ、怖くないので、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さんこんばんは。実は3.11 のあの後、もう人生が狂ってしまって、どうしていいか分かんない状態です。だけど一つだけはっきりしていることがあります。原発をなくさなければこの先どこも進まないってことだけで、それでここに来てます。で、実は新年早々暗いニュースがあって、全身座がなんかなくなっちゃうっていうんでがっかりしてるんですけども、劇場がそれから去年ですね、実は暗いニュースが自民党のもそうですけども、11月28日に非常に暗いニュースがありましたんで、暗いというかちょっと迷ったんですけどね、一応読んでみます。昨年11月にですね、宇宙ビジネスという会社があって、ロンドンの王立天文学会で発表して世界中に流されたニュースがあります。火星に8万人移住計画だっていうんで、皆さんも聞いたかもしれません。で、これですね、よく読むとこんな風に書いてあるんですよ。20年後に8万人移住するんだけども、1人当たり、4000万円かかると。それで20人ずつ移動するんだそうです。で、宇宙時代だからめでたいなんて思ってる人もいるかもしれないけども、よく考えてほしいんですよ。なんで4000万もかけて火星まで移住しなきゃいけないのって、希望する人いないでしょ。旅行ならいいけども、火星行ったって散歩できるわけじゃないですよ。ドームの中で、自給自足で暮らすだけですから、なんで8万人も移住するのかって、理由は一つですよ。彼らは何考えてるかったら、地球上に住めなくなるかもしれない、だからこの火星に移住だっていう、そういうプロジェクトですよ。これ映画じゃないんですよ。本当にプロジェクトで動き始めてます。これチェルノブイリの5年後ぐらいにもうすでにそういう計画やってますよ。ノアの箱舟計画とか言ってインターネットで引きは出てますよ。バイオスフィアとかいうアリゾナでもって、このドームみたいなところでこの2年間何人かの科学者が住んだとかいうの出てました。それで火星に住もうっていうわけですよ。で、俺考えるんですけども、頭のいい人っていうのはこのいろんな情報知ってんだけども狂ってんじゃないかなって。鳩のような気持ちになりたいんだけどね、狂ってます。彼らと一緒にねなってたら、我々は見捨てられて、やつらだけ火星に逃げちまうっていうのになると思うんですよ。なんで止まって原発止めねえのか、立ち止まる、なんで立ち止まれねえんだ、このまま行ったら本当に地球に住めなくなるかもしれない。だからこの責任者こう言ってんですよ。この火星移住計画は人類のための、生命保険であるなんてこと言ってんだ。本当にね狂ってると思う。そんなんだったら止めて地球に住むように考えたらいいじゃないですか。それが一番ですよ。なんでそれができねえんだっていうふうに思います。で、実はこのバイオスフィアっていうやつなんですけども、ドームの日本にもあるんですよ。どこにあると思いますか。インターネットでちょうど引いてたら出てたの、六ヶ所村ですよ。だ、六ヶ所村の再処理工場が事故を起こったら、彼らは真っ先にそのドームの中に入って安心して暮らせるんでしょうね。我々はどうなるのかっていう、それ考えてみたいと思います。本当にだからこのまま行ったら地球に住めなくなるかもしれない、だったら止めましょう。これは孫に対する責任だと思います我々。だから来てます。それからこのままじゃちょっと暗い話なんで、もう一つ話させてください。実はですね、農家の方、後継者に話聞いた時あるんですよ。その時もう随分昔ですけどね、成熟社会とか言ってる頃ですよ。彼言ってました。俺勉強全然しなかったからセールスマンになったけどもノルマが達せないで、この自殺まで考えて東京タワー登ったって言うんですよ。で、東京タワー登ったら
墓場に見えたって東京が。それでこんなところにいられるかと思って、あの琵琶湖のところで農業をやってる人なんです。で彼がこう言ったんですよ。この成熟成熟って言うけど、熟した後は腐って落ちるだけだって。で腐ったら虫が湧いてくるんだ、あの御用学者だとか変な虫がいっぱい湧いてるのが今の状態ですよ。だからどんどん腐るかもしれない。でその後彼はこう言ったんですよ。腐った果実の後から種が芽を出すんだって。これが今皆さんがその種だと私は信じてます。はい、原発飛びましょう。ありがとうございます。そうですね、私たち一人一人があの原発反対の種となっていろんなところで芽を出して、まさに草の根ですよね。ね、向こうはもういろんな大きな権力とかね、利権とかでガン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 来ますけれども、やっぱり一人一人の、声、そして行動していくこと、本当に大事だと思います。はい、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ぜひぜひあのお話、はい、スピーチ、はいはい、どちらかな、はい、スピーチ、はい、ん、誰、怖くないですよ、大丈夫ですよ。はい、あ、はいはいはい、どうぞ、いつもね、はい、黄色い幸せの黄色い脱原発の、はい、ハンカチを持ってきてくださってます。ありがとうございます。お願いします。この間一緒に高田の馬場でも、はい、歩きます。いつもこちらにお邪魔してて、楽しい自転車隊さん、本当にかっこいいのでいつも憧れてます。あのいつも思うんですけれども、本当にあの一番あの強いのはこう大切な人がいて、その人と一緒に生きていきたいって思う、そういう気持ち思った人が一番強いなっていうのを、このファミリーエリアにいる人たち の, あの話や皆さんの顔を一生懸命写真撮ったりしてるんですけれども、そういう思いでいっぱいになります。あのこの間の高田馬場の歩いたデモの時も、あの女性の方や子どもの方のコーラーがすごく多くて、でその声が本当に何て言うのかな、一番こう心に響くというか、そういうふうに感じました。で本当最近新年明けてから明けて、あのすごく腹が立ってるっていうのが、あのテレビずっとこう東京オリンピックの話ばっかりで、もうなんかあの原発のこととか震災復興のこととかどっかにもう忘れさせようっていう風にしてるみたいに思えて仕方がなくて、でもどんなにこうマスコミとかいろんなところがもうそのとにかくそういう東京オリンピックに目を向けさせようとしても、こんなところにこうオリンピック招致するより、まずここで暮らしてる東京にもいっぱい避難してらっしゃる方いるし、あの福島また他の宮城や岩手やその東北の震災でまだ苦しんでる人たちのこと、まず最初にこう復興するためにお金を使ってほしい、あんなもうお祭り騒ぎのために、なんかこんなこと言ったら怒られそうですけど、お金をドブにするようなことしないで、まず東京オリンピックのことよりも、まず震災で苦しんでる人で原発の復興で苦しんでる人たちのためにお金を使ってほしいというふうに思います。そのために皆さん一緒に声を上げていきましょう。ありがとうございます。本当ね、はい、オリンピック反対、はい、本当その通りだと思います。まず原発止めて、ね、福島の方たちにちゃんと保証して、それでもう全て、ね、あのやってから、それからですよね、オリンピックなんていうのは。本当に今世界の人たちは、日本のものを輸入規制もありますからね、来ませんよ選手の皆さん、はい、普通はね、もう本当税金の使い方間違ってると思います。はい、では、はい、お願いします。あ、
スタッフの方からの告知でちょっと上がらせていただきました。寒い中皆さん来ていただいてありがとうございます。官邸前、国会前も大勢の人が集まっていまして、決して寒いからといって人数が減ってるわけではないので、スタッフ一同大変喜んでいます。ありがとうございます。ただ寒いですので、いつもあそこに、夏でしたら冷たい、お水とか用意しているところに温かいお茶と、あとカイロを用意してあります。もし寒くてカイロが欲しいなという方、どうぞスタッフに、あちらの方行ってスタッフにお声かけください。それから、終わってから大々的に巻こうと思ってますけれども、フライヤーを用意しています。今月の半減年の予定および、22日に経団連に講義をし、毎月1回やってたのをまた22日に やるというのも予定に、入れたフライヤーを置いています。で、詳しくは書いていませんけれども、3月の10日、3月11日の前の日の日曜日に再び、国会を行使しようと計画しています。今回は日比谷で集会ができますので、しっかり集会をした後デモをぐるっと回って皆さんで国会を行使しようと思います。ぜひ皆さんお誘いの上でご参加をよろしくお願いします。あと、もう一つ、終わりましたら、そういったことに含めまして、いろんな経費がかかりますので、終わった時に看板袋を出しますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、はい、どうぞ。お待たせいたしました。皆さん、本年もよろしくお願い申し上げます。安倍政権はですね、発足早々その本質をはっきりと出してきたと思います。原発は再稼働します。それから新しい原発を新設増設もやります。こういうことを言い始めました。で、新しく作る原発は福島原発と違って最も新しく最高度に安全だということを言っています。まあ、とっても信じられませんね。確かに、原発の外側の建物は新しくなるかもしれません。しかし、新しかろうが古かろうが原発というのは同じ根本的な問題を抱えています。それは核廃棄物です。使用済み核燃料の処理の問題です。使用済み核燃料の処理方法は未だ見つかってません。多分永久に見つからないでしょう。なぜなら、人類にとって使用済み核燃料の処分というのは、そんな知識も生き量も倫理的にも見つけることはできないからです。多分処分というのは、そのうちそこらにのぞみして、近所の人は勝手に被爆しなさい、それからまたは適当な箱に入れて海の中に沈める、こんなことしかできないに違いありません。ですから、新しい原発が安全だというのは全く大嘘で、福島原発も新しく作られる原発も同じように危険だということを、私たちははっきりと知る必要があると思います。ということで、原発を絶対に作らせず再稼働をさせないということを、私たちの、そして私の今年の抱負にしたいと思います。皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございました。毎週ですね、このファミリーエリアでは7時台になりましたら、自分たちのふるさとのことを思いながら、そして今も16万人もの人々が自宅に帰れないで不安な日々を過ごされている福島のことを思いながら、そして原発をなくしていきたいということを願いながら、ふるさとという歌を皆さんで一緒に歌っています。今夜も、ね、この講義の主役である皆さんと一緒にこの歌を合唱したいと思いますので、はい、トランペットの方もね、今日も来てくださっています。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。
今年もこの場所で皆さんと気持ちを合わせてふるさとを返せ、福島を返せと、日本の大事なふるさとを汚すなと、一緒にふるさとを歌いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日はですね、この歌をですね、手話でも一緒にやっていこうということで、手話で一緒にやってくださいますみわんさんです。どうぞ舞台の上に、足元ね、ちょっと気をつけてください。はいはい、初めてですね、手話でもふるさとをやります。はい、ではお願いいたします。星も見えています、星空に祈るっていうつもりもないんですけれども、見上げてごらん夜の星、キュウちゃんの好きな歌なんで、これも吹かせてもらいたいと思います。ありがとうございます。